疲れ様です。どんな、なかなか豪快な走りができたんじゃないでしょうか今日。今日、いや豪快ですかね。あんまいいところはなかったと思いますけど、あのな6セクション、5セクション、沼の池の はい、あれ良かったんじゃないですか。あ、1ラップ目ですか。1ラップ目は結構良かったですね。下から飛んでったんじゃないかと思ったけど、やっぱりね。あ、そうですね、下刺していきました。今年1年どんな1年だったでしょう。そうですね、今年まあ前半結構良かったんですけど、まあ、なんですかね、いろいろ自分の精神的な弱さで、ね、7位とか結構あったんで、もうそういうとこを直していかないとね、まだ成績が良くならないと思います。で、まあランキングは一応守れたらしいんで、ね、良かったです。新しいゼッケン作らなくて良かったです。まあ次5番欲しかったですけどね。じゃあ来年その辺が課題ということで。そうですね、頑張りたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。